こんにちは、ジボです。今日はマレーシアで購入してきたこのカップ麺を食べながら雑談しようと思います。これがね、赤がラクサカリ買いました。1個これ2つ1個ね、6リンギットぐらい、それぞれが空港で2個で8リンギットで買えたっていうお得なやつです。で、こっちはアヤムペダスシイタケって書いてある。アヤムが鳥で、あとシイタケ、どっちにしよう、どっちがいいですか、ラクサ、アヤムペダス、こっち、あ、じゃあこっちにしますね。はい、私がただこっち食べたかっただけですけど、マレーシアでラクサ食べずに帰ってきちゃったんですけど、シンガポールにもね、ラクサがあって、シンガポールでラクサ食べたしと思って、なんか他のものを優先して食べちゃったんですけど、空港まで乗ってるグラブのお姉さんにラクサ食べたって言われて、あ、ラクサはね、シンガポールで食べたから、ちょっとね、他のもの食べようと思ってね、今回食べれなかったのって言ったら、え、シンガポールとマレーシアのラクサは違うのよって教えてもらったんで、ね、空港でちょっとこのカレーラクサ2の買ってまいりました。カレー味のラクサみたいですね。で、作り方も同じだね。お湯入れて3分待てばみたいな感じらしい。あ、マイクロウェーブって書いてあるから、これ電子レンジいけるの？いける。マイクロウェーブでって書いてあります、ここに。あー、やだ、全然ダメじゃん。はい、こうしたら、あ、ダメだね。はい、今お湯を入れてきました。このね、3分待つので3分の間にちょっとね、いろいろしたいんですけど、いつもご覧いただいて改めてですけどありがとうございます。高評価とかね、コメント、チャンネル登録とかいただけてとっても嬉しいです。励みになってます、いつもありがとうございます。ですね、その前回言ったウズベキスタンの情報をアップロードしたいみたいなお話をしたと思うんですけど、あれからですね、コメントとかで詳しく、あの、僕が行った時はこうでした、私が行った時はこうでしたっていうのを教えていただけて、もうすごい感動しちゃって、ね、他のその動画以外にもコメントで、あの、こうでしたよって教えてくれてる方も、あの、いらっしゃいましたので、ここでね、あの、取りすぎまず、あの、ありがとうございますということをお伝えしたいなと思いまして、皆さんのコメント、あの、ちゃんと読ませていただいております。はい、でですね、一応、あの、これから行くって言ってくださってる方とかもいらっしゃるんですね。9月に行きますとか10月に行きますって言ってくださってる方もいらっしゃいますので、秋以降とかになってしまう方は思うんですけど、ある程度ね、情報が集まって一本に、あの、仕上がるようなボリュームになり次第、あの、作って、さらに質のいい情報、生きた情報で、あの、今後またウズベキスタンに行くっていう方に役立てればなと思ってますので、よろしくお願いします。まだだよっていう方も、まだこれからコメントや情報などは募集してますので、ぜひぜひコメントくださいということで、あ、3分経ちました。はい、3分経ったので、じゃーん、ちゃんと3分の間に言いたいこともちゃんと言えた、本当にありがとうございます。まあ本当に私はとても素晴らしい登録者、視聴者の方に恵まれているなという感動のね、毎日でございます。はい、ということで、できましたよ。なんか、じゃーん、ネギとか赤唐辛子がバーンって入ってますね。これ今ちゃんと映ってるかな、こんな感じで。で、うん、なんか辛い香りがするよ、食欲をとってもそそる香りがしてます。いいね。では、いただきます。カレーラクサ、マレーシアで買ったカレーラクサです。あー、すっごい熱そうだし、すっごい真っ赤、見てよ、だってもうこんなになってる。あ、ちなみになんかね、マレーシアのカップ麺にはこういう折りたたみ式のフォークが入ってるんですよ。便利ですよね。旅先とか旅行客の人とかは、私もなんかたまに割り箸1本とか持ち歩いたりしてるんですけど、なんか忘れちゃった時とかはこういうのあるとね、便利ですよね。ということで、じゃあ、熱そうだよ、熱そう、いただきます。あ、うまいし、辛っ。うん、おいしい。うわ、これ現地でカレーラクサ食べたかったな。私結構麺より米派なんで、ナシゴレンとか、なんかこうナシレマとかの方行っちゃって、いやー、また行く口実ができたねっていうことで、カップルヌードルと侮るなカレー、おいしい。あちちちち、ちょっと熱いからスープ飲むの怖いけど、おいしい。あ、辛っ辛いの好きな人は嬉しいかも。おいしい、うんうんうん、おいしいね。やっぱこの辛さとマレーシアのエスニック感も
あるから、なんかあの日本のカップヌードルのカレーほどなんかこうカレーっていう感じではないんですけど、えすごい美味しい、私これすごい好きだ。ツアー、いやー辛そうだ、辛そうだね、辛いよ、うん、なんか飛ばないかちょっと怖いんですよね、この赤いやつ。以上に同時にいろんなことできないタイプだから毎回思うんですけど、この料理動画とか食べながら雑談とかで本当下手くそなんですよね。今日の雑談はありがたいことにチャンネル登録者数がですねそろそろ500人突破しそうなんです。びっくりしちゃって、あもうそんなにいくのみたいな。でも本当皆さんのおかげで本当にウズベキスタンから始まり今マレーシアやってますけど、そろそろ本当に500人突破も近いかなっていうところまで来ておりまして、500人を突破したら記念にねなんかちっちゃいなんかやりたいなみたいな思っていて、一度に同時にいろんなことできないタイプだから一回まず食べますね、麺伸びちゃうし。はい、ということでですね、500人をそろそろ突破しそうということでなんかできないかな形にみたいな思ってた時に、私今なんかあの世界地図塗りつぶしてるんですよ。アプリがあってこう自分の行った国 をこうなんか登録するとなんか世界地図のところに色が塗りつぶされて、でそれがこうなんかここに載せとこうかな、でそれをこうなんかなんていうんですかね、ゲーム感覚でこうなんか今後ちょっとやっていきたいなみたいな思ってるんですけど、私はねあの動画とかでもちょこちょこ言ってるんですけど、全然別に海外旅行歴が豊富な人じゃないんで全然なんですよ、全然塗りつぶせてない、5カ国ぐらいしかないんで全然塗りつぶせてないんですね、ほぼほぼ真っさらの状態なんですけど、でもなんかちょっと塗りつぶす、もっと塗りつぶされてる景色見たいじゃないですか。でもね行ってないし、だから嘘ついて登録して塗りつぶしても虚しいだけじゃないですか、一人でなんか行ってないけど、ね、焦るアイちゃんみたいな全然面白くないからなんかあれこれさ、私の YouTube の登録者の人、私が旅動画を上げてチャンネル登録してくれてる人ってきっとみんな旅好きな人だし、私の YouTube 登録してくれてる人たちはどんな国行ってるのかちょっと知りたいなって思ったんです。でそれでね、みんなの国を教えてもらって塗りつぶしたら果たしてどこまで塗りつぶせるのか、今196かな、アプリ上だと196カ国になってるんですけど、みんながどんな国行ってるのかも知りたいし、コメントでね開けてもらったら、そんな国行ってるのとか、なんかもうそこってそもそもどのエリアにある国みたいなのとか出てきそうだなと思って、で逆になんかちょっとそういうのね一言なんかおすすめポイントとか、ここの国はここが良かったですよみたいな一言ね、なんかエピソードだったりおすすめポイントとか教えてもらえば、私もなんか今まで知らなかったその国の魅力とかなんかすごい有名なスポットとか知れたり、で私の見てくれてる人とかも、そんな国あるんだとか、全然知らなかったけど、あそういう国なんだねみたいな、なんかちょっとしたねトリビアになるんじゃないかなって思って、ちょっと面白いんじゃないかなって、あとゲーム感覚でその地図がどれぐらい塗りつぶせるのかっていうのをみんなでやったらね、どんぐらい塗りつぶせるかなっていうのをやりたいなって思うんですけど、どうですか皆さんどうですか、500人突破記念で私こんなんやりたいなって思ってるんですけど、どうですか、一回ジャブ打ちたい、どうですか、うん面白いじゃんって思う人とかいたら全然なんかね、ぜひ なんかやりたいなって思うんですけど、いかがかなと思いまして、なんかこの企画通してね、自分が行ったことない国とかあんまり知識のなかった国のことも知れるし、ね、あとなんか単純に地図塗りつぶしたいっていう感じなんですけどね、ちょっとやりたいなって思ってます。500人突破したらちょっとそういうのを皆さんに動画作ってでコメントもらって、でこんだけ塗りつぶせましたとか、そういうのできたら面白くないですか。私は面白いなって思って、てか私がやりたいんですけどこんな196なんてさ、すぐに塗りつぶせるものじゃないじゃない、でなんかみんなのね力を借りたらどれぐらいいけるのかなとか、あとは普通にね私のチャンネル登録してくれてる人がどんな国に行ってどんなものを見てどんな体験してきたのかなっていうのちょっと気になるんですよねっていう感じ、それをね今日はちょっとお話ししたくて、コメントとかでも私が行きたいと思ってる国行ってる方いらっしゃいますし、私がまだ行ってないとことかね、すごいなんか結構
いろんな国行ってそうだなこの方っていう方とかもいらっしゃいますし、ね、なんか年に 2,3 回ぐらい海外旅行するのが私の趣味なんですっていう方とかもねいらっしゃるんで、私より全然ね、なんだったら私より全然行ってるし全然詳しいし全然慣れてると思うんで、ぜひ皆さんのそういうね行った国とかなんかそういうのね教えてもらえると面白いエピソード一緒に交えて話せたらいいなって思うんですけどね、どうですかっていう、ちょっと私の500人のこの記念にねちょっとお力貸してください、皆さんもしよかったらねやってくれると嬉しいかなとかちょっと思ってますっていうのの発表の雑談でした。はい、ちょっとねちょこちょこなんか旅の Vlog もそうなんですけど、まあ、私結構こういう感じで喋るの好きなんで、なんかね雑談も交えつつなんか自分のやってみたいことをこういうこととかウズベキスタンの情報をみんなで協力してブラッシュアップしたいとかなんかそういうのを見てくださってる皆さんともなんかこう一緒にできたら楽しいなって思ってるんですよ。なのでね皆さん感想でも何でもちょっとコメントとかいただけると嬉しいです。はい、いつもご覧いただいてありがとうございます。コメントも高評価もありがとうございます。ぜひこの動画もね高評価またコメントとか何でもいいんで、あそれ面白いねでもいいですし、何でもコメントとかくれるとすごい嬉しいしすごい励みになります。はい、ということでマレーシアの Vlog も今後いっぱい続けていきます。カレーラクサはめっちゃ美味しかったです。はい、皆さんね行った際はお土産にいいと思いますよ。これ2つで8リンギットで買えるからね、はい、なんかお金余っちゃったっていう時とかにもいいんじゃないでしょうか。ということで今日も、ご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。